あとはじゃあ青箱系に行ってみましょう。はい、キヤノンのカメラ本体、はい、こんな感じですね。はい、550円。うん、よいしょ。ちょっと片手なんでね、あんまりうまくは見えないんで、ざっくりとこんな感じですね。で、キヤノンがいっぱいあります。はい、こんな感じね。はい、でニコンのカメラ、はい、ニコンもいっぱいあるね。はいね、主にフィルムカメラですけどね、U とかありますね。よいしょ。これね、330円、ね、結構綺麗かな。はい。いらっしゃいませ。番号札N413番、N413までお待ちのお客様。610万と。よいしょ。よいしょ。よいしょ。パンパンだね。はい、結構在庫数多いですね。こっちにもいっぱいある。はいね、はい、501とか601とかね、いっぱい入ってあります。はいね、ちょっとね撮影しながらなんで細かく見せられませんね。はい、まあ、コンパクトと書いてあるけどこんな感じ。デジタルカメラ、はい、コンデジ系なのかな、デジタルなんか本当に違うっぽいけどね。こっちもデジタルカメラ、まあちょっとねこんな感じですね。はい、コンパクトカメラ、はいね、ビデオカメラ、その他メーカーのカメラ、はい、その他メーカーついながらもニコンが入ってたりしますけれども、はい、こっちもその他のメーカーカメラね、オリンパスとか入ってたり、よいしょ。はい、ミノルタがありましたね。はい、よね、507ね、507か303SI、 これねミノルタからね、ボロボロだね。残念ながらね、あんまり綺麗な答えはないですね。550円とかね、707SI とかね、はい、3XI とかありますけれども、ね、アルファスイート、はいね、値段が550円、はい、そしてこの辺も、はい、ミノルタですね、キヤノンもちょこっと入ってるけどね、7700i。3XI、5XI とかね、はい、はい、こんな感じ。そしてレンズがまずはこんな感じで、はい、キヤノンとかで、はい、ね、ちょっと少ないから見やすいかな。はい、レンズキャップとかだね。はい、アイピースとかも結構入ってるからね、結構根気強く探したらいいのが見つかるかもしれない。はい、これとかね、はい、よいしょ。これは2485、550円ですね。はい、ちょっと傷入っちゃってるな、後ろに。はい、で、あ、キーボードとかこっちはね、はい、トキナちゃんのタムロンか、タムロンが550円、はい、でシグマのレンズコーナーがありますね。はい、果たして本当にシグマなのだろうか。あ、シグマか。タムロンも入ってるわけだね。シグマも入ってます。はいね、550円ね、70300とね、僕も持ってますけど、70300、はい、結構ね、何気にね結構良かったりするんですよね。70300、はい、これね100300ね、シグマの100300はいくらだろうか。値段書いてない。ちょっと値段が分かりませんね。はい、これは1100円か。はい。ね。75300ですね。はい。こういったレンズです。はい。その他のレンズで。よいしょ。お、ニコンがある。ジャンク箱に330円。3570、330円か。へえ。330円だったら買っててもいいかもしれないな。なってるかもしれないですね。はい、これも330円、2880ね。はい、ですね。これ壊れちゃってるか。よいしょ。はいね、シグマもね、はい、ああこれ持ってたような気がするな。75300ね。うん、はい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 。ちょっとね、このでかいのはなんだこれ。フード付きのなんかすげえでかいの入ってるなこれ。あれですね、なんだっけ。トキナの ATX か。あー、ちょっとカビがすげえな。でも前玉でかいのかっこいいね、これね。いくつなんだろう。1100円ですね。はい。ね。はいはい。これいくつだっけ？焦点距離いくつなんだろう。70 の？よいしょ。はい、ちょっと片手でよく見えない。あとゆっくり。よいしょ。はい。で下の方にこういったね、また期限切れフィルム結構あるね、ここはね。ズームスタマスターっていうのがね、1100円でありますね。はい。ね。はい。なんか、前来た時よりなんか商品が非常に充実してるのが面白いね。はいね、青葉コーナーこんな感じ。あと上の方はね、こんな感じですね。ね、こういうのがあったりとか、はい、この辺もね、ちっちゃいやつがあったりとか、はいね、多分前にも紹介してるんですけれども、セルフチェックコーナーがありますね。はい、一応ね、電池とかはこんな感じなので、あんまりね、カメラ関係のチェックには向いてるとは言えないですけど、一応セルフチェックコーナーあります。はい、ね、ニコンのレンズですけれども、こちら、AF ニコンの3570ね、330円ですけども、パッと見はね、非常に綺麗なので、こちらの方ね、ちょっと、試してみようかなと思い、セルフチェックコーナーをね、来ています。はい。あとね、もう一本ね、はい、こちらですね。はい、AF ニコールの、70300ですね。こちらの方も550円で出ていて、で今ね、これ持ってるのはね、今自分の D70 ですけども、それにつけてね、ちょっと試写して良さそうだったらちょっと買っていこうかなというふうに思ってます。まあ安いからね、このまま買って売ってもいいんですけれども、まあたまたまね今、D70 持ってたんで、せっかくだったらちょっと試していこうかと思っています。全然問題なく使えてるね。レンズ面になんかゴミが入ってるかな。どっちだろう。レンズのゴミなんかボディのゴミなんかどっちだろう。チェックイン。ここのダメか。わ、来た来た。はいね、大丈夫でした。はい。ね、チェックインできました。はい、ということでね、ハードオフマリンピア専門店観点の方でね、ちょっと見てきたわけなんですけども、今回のね戦利品はこちらのね2つですね。はい、エフニコールの 35mm、70mm のレンズと、あと 70mm、300mm のねレンズ、35mm、70mm の方が330円で、こちらね、70、300の方は、550円で、ね、購入できました。はいね、一応ね、ちゃんと、なんだ動作確認というか、ね、映るのも確認ね、AF動くのも確認できているので、あとはまあちょっとね、家に帰ってきてパソコンでね、その写真開いてみないとね、D70 のね背面液晶だけだと映りの方はちょっとよくわかんないですけど、パッと見良さそうな気がするんでね、まあいいんじゃないかな、うん、多分ね、見た目もねそこそこ綺麗なので、はい、ちょっとね、購入してみました。はい、こんな感じでね、藤本動画ではね、ハードオフの方とかはね、よく、動画を撮ってたりしますんで、ぜひともまたね、藤本動画ご覧ください。藤本動画でした。ではまた。